ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正雄が毎朝お届けしちゃいますヤーゴー皆さんおはようございますモーニングユージット今日は2011年3月24日木曜日第108回目のモーニングユージットです動画だけを見られている方はユージットあなたが主役のフェイスブックページまたは 和のソーシャルメディアで検索して、オルタナティブブログを見てみてください。特に、ユジットあなたが主役の Facebook ページでは皆さんのコメントでわいわいガヤガヤ盛り上がっておりますので、ぜひ皆さんもお気軽にコメントをお寄せくださいね。採用活動をやっております。求む聞き上手、聞き上手な方ということで、えー、ぜひですね、聞き上手な方にユジットに加わっていただきたいと思って、ただいま採用活動を行っております。それでは、今日お届けしたいのは、 オージーズウィンドウトゥーアフリカトゥーブロック for good ということでまずですね。オージーというのは、まあオーストラリア人のまあ、ご存知の方も多いですよね、えー、オーストラリア人のまあ、略称です。オ、えージーズって書いてあるんで。まあまずはこれはあのオーストラリアのオーストラリア人のための、えー、キャンペーンなんですが、上のトゥレップトゥーアフリカ。まあ、アフリカへの旅行をゲットしようということで。 まあ、それは、どのようにしてるかっていうと、ブログフォーグーというふうに書いてあります。まあ、ソーシャルグッドという言葉があるように、今回はブログフォーグーということで、世の中のために、まあ、あの、社会貢献のためにブログをしていくっていう活動を通じて、まあ、アフリカ旅行をゲットしようという、そういうようなキャンペーンが、えー、紹介されておりましたの、ね、で、そちらを今日はお届けしていきたいと思っております。えー、それではですね、こちらが今日、えー お見せしたいと思ってた記事なんですね。オ <noise>、えージ a y のト i n a trip to Africa ということで、今見ていただいているそのブログフォーク o o というこういう、まあ、キャンペーンのビジュアルが、えー、使われていますね。今回このブログを書かれている人がグーググ,グ,グと下にいて、この方です、えー。ダレン・ローズさんですね。えー、この方が、えー、書かれたこれ文章なんですけれども、 まあここに彼が書いてあることの一つに、えー、とても共有共鳴できることがあったんですが、えー、I r e f l e c t o r e d friend this morning that trip changed me on many ways many levels というふうに書いてありますが彼はタンザニアンブロギング for social good trip というところから帰ってきたばっかりでこれを書いているということなんですねでこれはもう非常に僕の まあ自分自身を変えたと。Both personally、まあ、まず個人的には。それから、As a reflect upon how blogging and social media can be used to make the world a better place ということでえー、この方はですね、b o g ロ i n g ブログ活動もしくはソーシャルメディアがいかに世の中を The world a better place って、ね、マイケル・ジャクソンの歌にもありましたね。Uh, world a better place のためにどのように活用できるかまあどれだけ、えー こういったあの World A better, better Place っていうところに、えー、貢献することができるのかっていうことについて考えを深めてきたみたいですね。まあ、この OG、OGVOC f o グッドのこのキャンペーンなんですけれども、さまざ、あ、まな企画が考えられているようです。いろいろですね、これアフリカへの、えー、ロングトリップっていう、これ CBM っていうのがですね、そもそも えー、CBM a u オーストラリアというところが、まあ、企画しているということなんですね。で、えっ、ー、と、まず、training from CBS for the trip。まあ、えっ、ー、と、旅についてのトレーニングを受けたりだとか、ええー、まあ、何ですかね。まあ、あの、空港代とかそういうのは全部、あの、負担してもらえるということなんですけれども、 まずですね、これ、フリーメルボルンコーチングイベント NEXT t u e s a y ということで、えー、ただですね、これは、あの、どうぞおやりくださいっていう形でやってるわけではないところが一つの大きな特徴ですね。まあ、メ,ルメルボルンで、えー、3月29日、次の、えー、火曜日ですね、に、えー、メルボルンの、まあ、ブロガーさんたちを集めてですね、まあ、あのー、コーチングをしていくということなんです。 まあ、ブログのやり方というところもそうかもしれませんが、まあ、ブログフォーグッドのやり方というふうに言えばいいんですかね。ありますね。結構、I'll also be presenting a few tips on how to build a more successful blog というふうに書いてありますが、まあ、成功するブログを作っていく上での,あのいくつかの tips を、まあ、このブログを書かれた方も、まあ、そのイベントでお話しされるみたいですね。そういうものがあって初めて、 えー、こういうブログフォーグッドというキャンペーンを成り立たせてやっているわけです。まあ、このような活動、えー、まだまだ日本では出てきてないですね。えー、ブログというメディアも、今もも,もうどん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 日本の中でもあの影響力を持つようになってきてますし、えー、Facebook や Twitter、そういったものを絡めていけば、も,もしくは m i x i とかですね、絡めていけば、 よより多くの読者を、えー、獲得するようなツールに今も少しずつではあるかもしれませんがなっておりますのでこのような、まあ、今日本が震災で苦しんでいる時にこそですね、えー、皆さんのアイデアが結集されるようなブログフォーグッドのような、えー、キャンペーンがぜひなされるといいなというふうに個人的に思っております、えー、自分として何ができるか分かりませんが今ですね経済活動もちょっと停滞している中、えー 何をすればいいのかということをいろいろ私も考えてますけれども、こういう時にこそですね、知恵を絞るときなんじゃないかなというふうに思っていたりします、えー。皆さんはこのブログフォーグッドのこのキャンペーンを、えー、見ていただいて、どういうふうにお感じでしょうか日本で、今震災に苦しんでいる日本ではこのようなキャンペーンが、えー、活用できるというふうに思いませんかまあ、皆さんのですね、ぜひアイデアをお寄せいただければ幸いです。ということで、 今日のモーニングエジプトも見てくださってありがとうございます明日からのモーニングエジプトもお楽しみに stay tuned バハハイ